クリスマスの飾り付けって楽しいですよね。それに今年はお兄ちゃんも一緒に飾り付けしてくれるからもっと楽しいです。アイドルっぽくなれたかな。君たちに手助けしてもらってるんだもん。もっとキラキラできるように頑張らなきゃね。神殿でおみくじ引いてみたんだけど、結構いい感じだったのよ。幸せな一年になりそうね。明けましておめでとうございます、主様。早速ではございますが、主様の初詣をガイドさせてくださいまし。私がアイドルになれるのかなってわからないことだらけでしたけど、皆さんが一緒だとすっごく心強いです。クリスマス会の演劇、あんな大きな舞台なんて無理。え？急に私の頭を撫でて、まさか慰めてくれてますか？お兄ちゃんはいつだって優しいですね。年賀状って何を書けばいいのかしら。近況は
大体いつも一緒にいるから書くことないし。感謝の気持ち？そんなの恥ずかしいじゃない！上達したねって言ってもらえるとすごく嬉しいの。変わったかどうか自分だけじゃわからないからね。なのでもっとミオちゃんのこと褒めてください。私、アイドルっぽくなってきたでしょうか？なってる？本当ですか？嬉しいです！頑張った成果が出てるのかもしれませんね。お正月の縁日で召し上がりたいものがございましたら何でもおっしゃってくださいまし。私が里でいただいたお年玉がたんとございますので。準備もあるのに練習に付き合ってもらってありがとうございます。私は口下手だし人見知りもするから本当は向いていないのかもしれないけど、お芝居は大好きだから頑張りたいんです。いつになるかわからないけど、胸を張れるようなお芝居ができるようになったら、一番にお兄ちゃんに見てもらいたいな。私だけでアイドルを目指していたら落ち込んじゃうことがたくさんあったと思います。でも皆さんが支えてくれるから頑張れるんです。それに
リンちゃん、ミオちゃんもどんどん成長して、その姿を見ていると私も頑張りたい、素敵なアイドルになりたいって思えるんです。だから私も自信を持ってアイドルと言えるように、今まで知らなかった私に出会えるように、いろんな挑戦をしてみます。楽しみにしててください。正月ってみんな幸せそうな顔してるわよね。年が変わってちょっと豪華なご飯食べてってそれだけのことなのに。それだけって思ってたはずなんだけどね、あんたたちと過ごしてたら少しずつ変わってきてて。私も今はああいう顔できたりするのかしら。え、もう捨てる？嘘！人の顔ジロジロ見てるんじゃないわよ！ランドソルのお正月は賑やかで楽しいものですね。静かな里で生まれ育った私には少しばかり刺激が強い面もございますが、新しいものを見ることができるのはとても貴重な経験でございます。少しでもお役に立てますように、今年も多くのことを見聞きしていきます。不慣れなことが多く拙いガイドかもしれませんが、私と一緒にお正月を楽しんでいただければ幸いでございます。さあ共に参りましょう主様。なりたいって依頼を受けてもらってから私たちずっとお世話になりっぱなしだよね。君たちってもしかしていい人？なんてね、嘘嘘。君たちがいい人ってことくらい一緒に過ごしてればちゃんとわかるもん。てなわけで、ミオちゃんスタンプをポン！私からの信頼の証だよ。これからも頼りにしてるからね。
たのに失敗しちゃうのは悔しいよね。でもやると決めたからにはミオちゃん諦めない。君たちの声援にも応えてみせるよ。正月っていろんな遊びがあるわよね。興味あるってわけじゃないけど、あんたが遊びたいって言うなら付き合うわよ。お正月の行事を楽しんでおられますか、主様。私ですか。私は主様と過ごせるだけで十分に幸せでございます。あなたたちにレッスンを手伝ってもらったおかげで歌やダンスに自信がついてきたんです。この調子で頑張っちゃいますよ。レッスンを手伝ってくれたおかげだね。みんなに楽しんでもらえるようにもっと頑張るぞ。私の笑顔で元気をもらえた。そう言ってもらえるとすごく嬉しいんです。誰かの力になれるって幸せなことなんですね。主様と二人で過ごすお正月、こんなに幸せなことがあっていいのでしょうか。この幸せに見合う働きをさせていただきますので、ご期待くださいまし。
正月は家族連れが目立つわね。一人の方が気楽でいいって思ってたけど、こうやって並んで歩くのも悪くないわね。やっぱりアイドルって夢のあるお仕事だよね。自分が楽しいだけじゃなくて笑顔が広がってく。君たちのおかげでそれに気づけたんだよ。主様のためだけに捧げた舞、いかがでしたでしょうか。精一杯心を込めて舞わせていただきました。私の心が届いていれば幸いでございます。自分らしいアイドルの姿が分かってきました。あなたたちに手伝ってもらわなかったらこの気持ちには気づけなかったんですね。書き初めするのも悪くないわね。ごちゃごちゃ余計なこと考えなくていいし、それにあんたと一緒に何かするのも楽しかったわ。里帰りをしていて主様と離れていた分、今こうして主様と共に過ごせていることを本当に嬉しく思います。ガイド役としてお導きしなければならないというのに、主様の温かいお言葉に励まされることばかりで。まだまだ未熟な私ですが、どうかこれからも主様のおそばにいさせてくださいまし。
者とアイドルの両立ってこんなに大変だったんだね。二頭を追うものは一頭もって感じ。でもね、君たちが支えてくれてるから大変だけどやれるぞって思えるんだ。根拠はないけど多分大丈夫だって。シマムーにシブリン、それに君たち、信頼できる仲間が近くにいるのっていいもんだね。これからも応援よろしくお願いします。静かな正月を過ごすつもりだったけど、あんたのせいで本当に慌ただしくなっちゃったわ。でも別に嫌じゃないというか、嫌じゃないと思っている自分が嫌というか、そんな首かしげながらこっち見ないでよ。だから、なんていうか、あんたと一緒に慌ただしく過ごす正月も悪くなかったって言いたいの。ありがとね。私にできることってなんだろう。普通の私がやりたいことってなんだろう。そんな風に考えることが時々ありました。私は誰かの笑顔のために頑張りたい。その気持ちを見つけてから迷いは吹き飛びました。アイドルになろうって決めて本当に良かったです。これからも私たちのことを応援してくださいね。これまで出会ったたくさんの人たちの笑顔のため、応援してくれる皆さんのために私頑張ります。